電化を進めよは、1972年に、ソビエト連邦で制作された短編アニメーション映画で、ある。10月革命後、全産業を電化という基礎の上に立て直してこそ、初めて社会主義が実現するであろうと宣言し、全路電下委員会を設立したニ人を称え、社会主義に約束された輝かしい未来を描いた、プロパガンダアニメ。 中盤の同盟国の名前が登場するシーンでは、ポーランドやチェコスロバキア、東ドイツ、ハンガリーといった、東欧の国々が登場するが、独自外交をとっていた、ユーゴスラビアやルーマニアは、扱いが小さく、中国や北朝鮮は言及すらされていないなど、当時のソ連が、東側諸国とどう接していたかがわかる。政治宣伝を重視する一方、フルカラーのアニメとフォトモンタージュ、 モノクロの実写映像を併用し、村の殿下を称える歌トラストの朗読以外は、一切のセリフが排除された芸術性を重視した作品である。共産主義とは、ソビエト権力プラス全土の殿下である。全土殿下委員会による殿下事業により、小さな村にも電気が行き渡り、暗闇が一掃される。軽工業の電化により栄工業が発展し、 ソ連の電力供与により、同盟国でも電化が、そして工業の発展が進む。来るべき未来では、電気の力で山を切り開き、農場や都市が作られるだろう。また、天候や環境も、管制センターのコンソールからの操作で、電力を用いて、自在に操ることができるようになるだろう。このような素晴らしい世界はすべて電化によるものである。 最後に赤旗を掲げて走る超特急を背景に、レーニンの言葉を紹介してこの映画は幕を閉じる。共産主義とはソビエト権力プラス全土の殿下である。カラブイアイレーニン、ありがとうございます。